はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。ということで、ドクトーズバレーランクバトルじゃねえわ。ランダムマッチやっていきたいと思います。年が明けまして、新年一発目の動画になってると思いますが、変わらずポケモンやっていきます。パチリスとサニーゴは置いといて、奇跡ねえし、サニーゴとか使えんの？そもそもサニーゴーンがいねえわ。サニーゴー、まあ、ほっとうじゃねえか。サニーがほっといて、パチリスはちょっと怖いけどほっといて、どうせカバから入ってくるんで、クラゲと行きたいところですが、クラゲが一番刺さってね、クラゲで行くわ。で、カロちゃんが、非常にきついということで、やはりスカタンクを入れておかないといけないでしょう。テラスイチ。岩技欲しいなぁ、リザ狩りで。でもいねえんだよなぁ。どうしようかな、クローバー飛行の一環。あ、そこそこあるな。クローバーチョフ行くか、じゃあ。てな感じの3匹でやっていきましょう。では対戦よろしくお願いしまーす。一応ポケモン以外も考えてる実況あるんで、まあ、その辺も後々出せたらなぁと思ってますが、とりあえずポケモンやっていこうぜ。とりあえずポケモンやろうぜ。シャニゴ。ギガドレインクソ抜群じゃね。あ、ミラーコートある、ミスったー。やらかしたー。ミラーコートあるー。ステルソロックか。あっぷんな。ミラーコート怖かったけど、してこなかった。よかったよかった。タスカリンコダップー。ステロマキか。なるほどね。まあ、ギガドレンダで一緒。引っ込め、裏、何、ルカリオとかリザ、お、クラゲ相手にリザ出すのは勇気がありすぎないか、ちょっと。ちょっと勇気がありすぎないか。あ、ドロポンにすらよかったかな。熱湯じゃ火力不足だよな。エアスラじゃ倒せないよ。うん。H にも D にも振ってない毒クラゲ、これですよ。リザードンはそこまで火力出ねえべ。ひるまなければ勝てる。ひるまなければ勝てる。OK。うちはひるまない。特性ね、精神力なんで。絶対にひるみません。嘘です。ヘドロ液です。嘘ついちゃダメね。改造しちゃいけねえな。ルカリオですか。はい。ってことで、ネットをひたすらぶつけりゃいい感じですかね。神速、さすがに落ちちゃうか。お疲れ。で、ルカリオの持ち物が弾だということは確定しましたので、まあ、上から、ハチマキブレバぶち込めば、勝ちでしょう。決めるぜ。ステルスロックでダメージ入りますが、まあ、神速じゃ落ちないんで、神速じゃ落ちないけど、神速ブレバで落ちそうだけど、まあ、気にしない。ブレバ打ってるから関係ない。神速打ってこないから関係ない。ブレバドーン、あ、気持ちいい。最後のお掃除、気持ちいい。これがお掃除屋。掃除屋クロバットのお仕事だよ。最後にね、ハチマキブレバで削れているポケモンを全て葬り去っていく。最後のブレイブバードが突き刺さってく。対戦、ありがとうございました。はい、では第2試合目始めていきたいと思います。水飛行2枠いんの？水タイプ3匹いんの？やばっ。10万打ちてーゲンガー出して10万打ちてー。あー、ラフレシアか。力吸い取る感じか。僕も早く育成したなきゃいけねえな。使いてえわ。そっか、物流系ラフレシアでいいのか。そっかそっか。なんかもう物流系なんて必要ねえや、つって入れてなかったけど。そっか、君がいたか。まあそんなことは関係ねえな。とりあえず、初手ゲンガーぶちかまして、いや違うな。初手ニドキングだな。ギャラ以外に行けるからね。ギャラ以外に行けるんでニドキング。ギャラが来たら
負けを確信しなきゃいけないからな。ギャラ来たら、ギャラ来たらどうしよっか。毒クラゲでワンチャン主から耐えて返り討ちにする。いやでも他のポケモンに刺さってねえもんな。いや力吸い取るヘドロ液できるわ。でラス1、お掃除アクロバット行きまーす。では対戦よろしくお願いします。最後は上からブレバよ。パルから入って、オッケー。パルから入ってくれるのはありがたいんだけど、初手つららばりとかいう、そんなね、恐ろしいことをしてきたら多分、まあ、裏にクラゲいるからなんとかなるけど、スカパルは知らん。いきます。スカパルは知らん。オッケー。まあ、タスキパルだろうな。基本タスキパルだよな。タスキじゃない。印パルだな、こいつ。王者の印あるよな。この作品にも。印パルっぽいな。なるほど。まあ上から殴られちゃおしまいだろうな。マントライン。マントライン。やばいな、マントライン。やばくね？キング引くとして、誰出すよ？とりあえずクラゲ出しとく？やべ、マントラインの対策してなかった。10万持ちのゲンガーを入れてないって何事やねん、マジで。ミラーコート、こうえー。どうする？ミラコあんじゃん。どうしよう。ちょっと待ってよ。あー、毒々打ちてえけど持ってねえしなー。一旦熱湯で様子見。オッケーオッケーオッケー、引っ込んだ。オッケーオッケー、引っ込んだ。オッケー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 。ギャラ、オッケー。ギャラ。オッケーじゃないけど、大丈夫。うわぁ、ほんとはクローバーチョフ出しておきたいけど、まぁ、しゃあないよな。ネットで焼ける狙ったらいいんだけど、ポポ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 、オッケー。気持ちいい！ラム気持ち悪い！毒らせるか凍らせるか、絶対毒らせた方がやろ。何が凍らせるだよ。そんなワンチャンかけちゃいけない。毒らせます。そこそこ入って、毒が、はい。地震？主家で主家？主家で主よー。オッケーオッケー。ありがてえ。リュウマイしてこなかったの超ありがてえ。ヘドベレンダ行きます。さあ、ここで持ってけたらでかいんだけど、毒ってくんね？毒ってくんね？リュウマイされた。やべえ。もう大丈夫。リュウマイされても、関係ねえ。ここまで HP を削ることができれば、あとはニロキングで不意打ち打ちは勝ちなんで。で、裏が、マントラーニンでしょ？マントラーニンどうしよっか。マントラーニン勝てねえじゃん。まあいいや、自信どうぞ。どうぞご自由に。マントラーニンに勝てねえな。どうしよっかな。クロバチョフでなんとかするしかねえ。まあその前にちょっと一旦、ここは時間かけて交換します。ここでニロキングを即決してしまうと、あれなんで。まあ、タスキ残ってるし、霊媚放射とかはいいんだけど、まあ、タスキは残しておきたいな。マントラーンのために。残しておきたいんで、一旦不意打ちます。リュウマイしてきても関係ねえからね、言うて。悩んでるか。当たりますね。オッケー。気持ちいい。オッケー。ギャラ突破。で、ラス1マントラーンでしょ？これどうしよっかな。ミラコってくるしな。まあ、タスキ残ってるし、最初はレイビでいっか。タスキ残ってるし、最初はレイビで削っていきましょう。勝ってー。やっぱネット打ってきたからよかったよかった。勝ってー、マジで、やけど痛えー。次、不意打ち打ったろうと思ったけど、痛えー。まあいいや、ある程度削って、この子回復技持ってんのかな？羽休めとか覚えるこの子。羽持ってるから覚えそうなんだけど。まあ関係ねえ。
最後のお掃除やクロバットがいるから関係ねえ。最後にやってくれるよお掃除屋が。行ってこい掃除屋。君の高火力技で仕留めていきなさい。あれ、あ、そっか、ブレバでいけんのか。そっか、ブレバでいけんのか。いきまーす、ブレイブバードズーン。え、耐えられた。硬くね。あ、これまずいな。え、想像以上に硬かったんすけど。あ、まずいこれ。あ、まずい。あ、やべえ、まずい。思念にするべきだった。え、まずくない？九死の当てなきゃ負けじゃね？九死の当ててちょうだい。ズーン、気持ちいい。九所じゃない。乱数でした。対戦、ありがとうございました。